はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今日ねかずえちゃん一日中大掃除をしてました。まあ今年もね残りわずかなのでね、1年間でこう溜まったなんかこうゴミとか、あとなんか服とか書類とか、まあ、ごちゃごちゃと部屋がしていたのでね、今日は1日かけて大掃除をしました。で、今日の動画は、まあ、せっかくね綺麗になったのでお部屋紹介をしていこうと思います。朝からね部屋片付けたりとか、あとはお正月飾りを作ったりとか、あと飾ったりとかね、いろいろしててね、外はねもう真っ暗なんですけれどもね、早速お部屋紹介していこうと思います。はい、それではねかずえちゃんのお部屋紹介していきます。まあね、もう紹介するって言ってもそんなになんか大したものはないんですね。まあベッドは普通のベッドです。で、ここに小さい机があって、このステッカーをね、これはかずちゃんです。これは今読んでる本です。そして、まあテレビが埋まってますね、奥に。あまりかずえちゃんテレビを見ないのでこんな感じです。で、まあここはまだクリスマスのリースとか、あとはこれがお正月のお花です。昨日の動画でお正月飾りの DIY をしたんですけれども、もし興味がある方ね、ぜひご覧になってください。あとは写真立てが置いてあります。見えるかな、これはマウイ島に行った時の写真です。5年6年ぐらい前です。これもです。これもマウイ島の写真です。で、あとはまあここがクローゼット、ほらカメラです。これは新しいカメラを最近買いました。ここクローゼットです。なんかまあ靴、下の下足箱に入らないやつの靴とかカバンとか、ここはなんかいろいろと服が全部入ってます。で、こっちにもこれ最近買った服です。ザラのジージャンです。黒いね、このバックプリントがすごくかっこよくて買いました。これ実はねレディースなんですけれども、 L サイズ結構大きめなのでね、全然メンズでもいけると思います。なんか服はねたくさんあります。この後ろにもかかってます。で、ここがなんかいろいろとまあ本があります。基本的にねかずえちゃん図書館で本を借りるんですけれども、まあこういうふうに買った本は置いてあります。で、下は旅行のガイドブックとか、まあ、旅行系の雑誌が多いですね。あとはなんかここら辺は、まあ、ぐちゃ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 といろいろと置いてあります。これはポインセチア、クリスマスのまままだ置いてあります。で、これはかずえちゃんが昔飼ってたワンちゃんです。かわいいです。あと、さよならいつか、これはすごく好きな DVD です。あと、スリランカ、モロッコ、香川県、これ全部図書館で借りてきました。来年、かずえちゃん、香川に行きますので、ルルブを借りてきました。あと、来年スリランカに行こうと思ってるので、スリランカの本とか、あと、モロッコにも行きたいと思っているのでモロッコの本も借りてきました。あとね、ここら辺はまあかずえちゃんかずしって言うんですね、本当はね。で、これはドバイに行った時のお土産、これニューヨークですね。で、これもドバイかな。で、これはシーサー沖縄です。この怖いねお面はネパールです。で、この可愛いのはめいっ子が作ってくれました。机の上です。MacBook Air ですね。そして、あ、ここが、これは全部ハンドクリームが入ってます。これはタンのハンドクリーム。そしてこれがプレミア、これ台湾で買ったやつかな。視界のベッドシーなので
視界のなんか塩を使ったハンドクリーム、これすごくいいです。あとなんかこういろいろとあります。そしてこのなんかみかんのネットみたいのに入ってるのが、これはヒノキなんですね。でこれ匂いを嗅ぐとすごくこうなんか癒しの効果があるみたいで、時々なんかベッドのとこに置いてこれを吸って深呼吸してます。あとこれすごく便利なんですよ。これ100均で買ったんですけれども、これねこう持ってこうほらこうやってやります。なんか結構パソコンとかをするのですごく肩こりがねあるので、これを毎朝、そして寝る前、あとはちょっと肩がしんどい時にこう伸ばしますね。はい、まあこんな感じのお部屋でかずえちゃんいつも動画を撮ったりとか編集しています。もう今日なんかこうわーっとなんかね、あの駆け足でお部屋の紹介になってしまったんですけれどもね、また何か模様替えとか何か変わったことをした時にはね、またご紹介しようと思います。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。